はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回なんですが、皆さんはテラライトというねテーマご存知でしょうか。これなかなか渋いテーマなんだよねエクシーズのその、まあ、なんだろうな、初期の頃に活躍していたテーマでございましてですね、さすがにね救済しないとね、そういうテーマはあのね新規全然来てなくて、あのかなりですね、まあ、はっきり言いますけどね弱いんですよ救済系のデッキなんですよね。あのこういうデッキ結構僕好きでね、あの、まあ、救済系テーマを使ってなんかそのなんか対戦するの結構好きで、まあ、こういうテーマ割とあの好んであの動画にしていくつもりなんですけど、今後もね、あのねテラナイトってね愛すべきテーマすぎてね、なんか縛りがめっちゃきついんだよね。一応あの展開力はアルタイルとかあのベガとかで一応まあレベル42体並ぶので、あの結構ランク4とかがあの出しやすくはなってるんですけども、あのねあの縛りがきつい、まあ、そもそもあのアルタイルとかの縛りまずですね、こいつの縛りね、まあ召喚特殊召喚判定召喚に成功するとアルタイル以外のテラナイトを出せるっていう効果があって、まあ、これで展開していくことが多いんですけど、この効果の発動はまずそもそもターン終了時までテラナイトモンスター以外の自分のフィードモンスター攻撃ができません。はい、まあ、要するにもうほぼテラナイトを出せということをですね。で、さらに、エクシーズモンスターの要であるこの、ね、バトライムスってやつがいて、こいつが、モンスターゾーン、あ、ちょ、エクシーズを1個取らなくて手札を1枚捨てると、テラナイトエクシーズモンスターをこの上に重ねられるっていう、まあ、一応効果があるんだけども、これね、この子が発動しちゃうと、ターン終了時まで自分はモンスターをエクシーズ召喚できないんですよ。まあ、要はバトライムスからの効果使って、まあ、なんか出してぶん殴った後にアーゼウスとかできないんですよでエースモンスターは全部レベル 4×3 になってるんですね。デルタテロスレベル 4×3、まあ、こいつはまあカード破壊できるのが結構強いんですけど、こいつがレベル 4×3 でこいつもレベル4テラナイト ×3 です。これねめっちゃきついんだよねこのご時世で。しかも一応デネブがサーチ効果持ってるんだけど展開効果はないから、あのね初動がねもうほぼほぼデネブ召喚エンドなんですよ。初動デネブ召喚アルタイルサーチエンドなんですよ基本的に。このご時世ですよ、このなんか現代遊戯王でなんかそのひたすら特殊召喚を繰り返したりなんか効果で召喚めっちゃしてくるようなね外長と言われているモンスターもいっぱいいる中で、なんか召喚サーチエンドっていうのが意味不明な初動になってるんですよね。なので今回はですねさすがにそれだけでは勝てないわけですよ環境において。なのでトラップカードでめっちゃ水増しして、パワーをちょっと上げましためちゃくちゃあのトラップカード入ってます。激流走とか、まあ、神系のカードです。神系、神通、一応それが専用のあの神のトラップで神聖なる因子っていうのがあって、テラナイトモンスターをぼっち送って相手の効果を無効に破壊しながら1枚ドローするっていう、まあ結構強い効果、まあこれが割とまあエースカードカウンターですね。カウンターなんでしかもなんか相手のチェーンがねなかなか許せないから結構強くて、はい、とかあとまあ直命、それがデモンチェーンで、これ永続トラップがなんでこんなにいっぱい入ってるかっていうと、あの、ね、永続トラップすごい相性がいいのはね、このねトライベールってやつがいて、トライベールはフィールドのカードを全部バウンスできるっていう効果があるんですよ手札に。なので永続トラップ1回使ったやつをあの使い回すことができるんですね。だからデモンチェーンとかは相性が良くて、リビングデッドとかこれのカードとか相性がいいので、こいつらを使い回して、まあ、トライベールで殴っていったりデルタテロス殴っていったりしたいっていう感じですね。はい、まあ、とにかくねアルタイルとバトライムズの制約重すぎてマジやばいんで、早速ね、見て いきましょう。デュエルスタンバイ。さて本日は完全に時代に取り残されたテーマテラナイトを救っていこうと思っております、マジでランクまでも誰一人使ってないという噂のマジで当たったことがない最強デッキですね、はい、マジで当たったことない本当にね、まあ、後で説明するけど縛りがやばいんですね、このデッキ。このデッキとかこのテーマね、増援来た、 OK、 増援来た、まあ、これチェーン的に多分まあ裏らなさそうなので、まあ、とりあえず増援を持ってきましょう。でまあとりあえずいっぱい最強のトラップカードが見えましたが、まあ、これ置いときまして、で増援を発動していくと。で、まあ、デネブ、あ、一応戦速なんで増援が使えるっていうのはメリットでありますね。で、デネブを持ってきて、最強の先行展開はデネブ召喚エンドです。あの一応あれか、ベガデネブが強いか、ベガデネブ からの展開が一番強いか、一応ベガデネブからなんかあのバグースカが一番強いかもしれない。
で天国の王を見せつけまして、で最強のトラップカードをセットします。でこれ破壊されませんと、天国がいるんで。でまああとはこのカウンタートラップをどこに当てるかっていう感じですね。あとあの増殖する G をどこにあのぶち込んでいくかっていう感じ。これが最強っていうのおかしいけどな、太鼓すぎるだろ、あまりにも展開しない。ターンめっちゃ早いぞ終わるの。あセット、なるほど。ああ破壊か、なるほど。いやただそのセットカードはあれだぞ、あの天国の王の効果で破壊されないぞ謎に相手を目立っている天国の王。破壊はね、あのセットカードで破壊されてなんかあの効果発動できるようなカードがあるんですけども、リクルートしてくるんで、デッキからリクルートしてくるカードがあるんですけども、天国の王さんの効果によってセットカードが破壊できないんで展開ができないっていうね。あめんどくさいねそれ。破壊ってね、なんかそんな伏せる、そんな伏せます、そんな伏せることある。デモンズチェーンはちょっと来たけども、デモンズチェーンは来たけども、このなんかデレブを破壊してくんねえからアドバンテージが稼げねえな。はい、あで俺のオイデスの効果で裏側を破壊していくというスタイルね。はい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 、なるほど。魔法トラップカード破壊に OK、まあ、そこは一回スルーして、で破壊される、で天国の効果適用される、で効果発動をは一回増殖打っておく説は結構あるな。増殖打っておこう、増殖打っておこう、増殖打って、で特殊召喚するので1枚ドローできる。いや結構ちなみにあのテラナイトはマジで1回のプレイングミスがかなり響く、まあ、要するにパワーが低いっていうのなので1回のプレミで絶対負けるんで、マジでどこでどれを発動するかかなり重要ですよ。ラキア、なるほど、ラッキーヤさんね、なるほどね。まあ1回ちょっとウヌクさん出すか。でウヌク効果使って、デッキからテラナイトを墓地のくっていう効果、まあここそんなに大して変わんないんですけど、まあ一応レベル4モンスター2体であのオーバーレイして、でまあトライベール出して全バンスしていくしかないかなと思うんですが、トライベールムーブの方がいいよな。まずバトライムス出していきましょう。2体のモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚バトライムス。ちなみにバトライムスさんは破壊人ね、なるほど、破壊人としてのが1ターンに一度効果で破壊された場合にフィードのモンスターで対象を取ってそのモンスターを破壊したお互いに500万。なるほどね、はいはい、いいでしょう。なるほど、あで俺のやつが出てくる、なるほど、いいでしょう。アーク分かんねえで今何もしねえな。でバトライムスの効果で一応ですね上に重ねることができるんですよ。バトライムスさんはあのトライベールとかあのデルタテロスとかをだからまあ一応こいつで、トライベールをぶち込んで、で相手のカードを全バウンスしていくっていうそういうシステムですね。はい、行きましょう。さあバトライムスの効果、このカードの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築することができる。あらあらろ、ステラナイトはトライベール、トライベールはエクシーズ召喚に成功した場合相手のフィールドのカードを全て手札に戻すことができる。あフィールドのカードか、フィールドのカードを全て手札に戻すことができる。それも破壊されない。天国の王さんの効果を読め、てめえは天国の王のテキストを一生読まない民爆弾で、トライベールで全部スきたよーしよーし、いいぞ。トライベールのハンレスも使っていこう。トライベールの効果、一旦一度オーバーレイユニットを一つ使うと相手のカードを一枚ハンレスできる。よし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 よえ読めこのデッキまあでも一応処理できてるか強いか悪くはないな。でメインツ入って、で一応セットセットセット、さすがにこの3癖は強いですね、この3癖は。でエンドですね。で天国の適用中なんでまたセットカード破壊できないから、割とね破壊ってね、あの魔法トラップカードを自分の効果で、まあ、破壊して、で魔法トラップカードが効果で破壊されるとなんかデッキからあの破壊をねリクルートできるっていう効果があるんですよ。まあ、それが多分使えないと意外ときついと思うわ。まあ、つまりこれ何が強いかっていうと、そのトライベールが強いっていうか、普通にその天国の方が強いっていう。あサラマはめんどくせえな。サラマはねセットし直すことができちゃうんで、ちょサラマパクりましょう。
サラマはパクっておきましょう。これね、あのアドバンテージ一生稼がれちゃうんですよ。セットしてくるじゃん、ガンガン。おいやめろって、そんなセットすると怖いから、やめろってセットしすぎなんだよあいつ。多分破壊魔法トラップは多分1枚くらいあると思うんで。ああ強いね、直命は。直命は強いが、まあ、とりあえずだな、まず1枚ハンデスは食らわせましょう。トライベールの効果発動、トライベールの効果によりオーバーリミット1個使って相手のハンドを1枚捨てさせることができる。おらよし、モンスターがいなくなった、これはでかい。モンスターがいなくなったでかいでだな。天国の発動一応しとっか、一応しといて、で見せつけといて、まあ、相手の盤面のセットも割れなくなるけど、まあ、でも破壊は多分なんかメタれてるから意外といける。でアルタイル召喚で、アルタイルで、デネブ蘇生させる。でこれでデネブで一生アドバンテージを稼いでいくスタイルですね、はい。ちなみになんですけども、トライベールはフィールドの自身以外のカード全て戻すんで、手札に破壊輪廻も発動せられる。 OK、 破壊輪廻発動される。であんまり関係がない、それはそこそんな関係ない。で2体のモンスターでオーバーレイネットワークを再構築して、てかこれサラマがなレベル4だったらな強かったんだけどな、レベル3だからいまいちレベル合わねえな。まあいいや、これはあれですね、デルタテロスムーブですね。デルタテロスムーブして、で、あの破壊リンデラ決まっておきましょう。まあ、セットカードは割れないんで、デネブを外して、で直命もいらないば捨てる。破壊デッキそんな魔法カード使わないだろ。で、捨てらないとデルタテロス出して、でデルタテロスの効果で破壊リンデ破壊しとく。なんかわかんねえけど、あのカードようわかんねえから破壊しとこう。でこれで徐々にアドバンテージを稼いでいくシステム。よし、セットカードあんま割んない方がいいですからね、破壊は。なんかあの適当にライトニングストーム打って、あのデッキから死ぬほど破壊出てくるってことありますからね。破壊するときは十分に注意が必要。そしてこれでバトルフェイズだ。で、サラマは殴れないが、トライベールとデルタテロスは投げることができる。何？ファントムライツ誰よお前。レベル2になって自分のファントムナイズモンスター戦闘では破壊されない、めんどくせえな。神聖なる因子の効果を発動するぜ。神聖なる因子の効果により相手の発動した効果を無効にし破壊する。そしてさらにデッキからカードを1枚ドローし、墓地を送られたデルタテロスの効果発動。デルタテロスは破壊された場合、もうお前もう1枚あんのかい、めんどくせえな。めんどくせえな。まあしょうがねえ、もいいだろう、そのぐらいは許してやろう。打点を下げて特殊召喚していく。でデルタテロスは墓地を食られると何らかのモンスターを特殊召喚できるため、これによって1,2,3,4,5 種類いんな。いるからベガか、ベガ召喚からのシリウスかな。ベガ召喚シリウスあるな。ベガ召喚で効果発動、召喚成功した場合手札から出る、テラナイトを出せる。でシリウス出す。でシリウスが特殊召喚に成功すると墓地の5体をデッキに戻してカードを1枚ドローするっていう効果があるんだから、もう1回これ使いますっていうねことができますから、まあ、この辺のエクストラモンスターを、戻しまして、でアルタリア戻しまして、でまあベガかなんか戻してきますか、こうして、でこれで1枚ドローしながらエクストラモンスターをもう1回使い回していくスタイル。オッケー。で攻撃を続けていくが、特に戦闘では破壊されないとかいう意味不明な効果があるため奴は破壊できない。いいだろう、やるじゃねえか。これはターン終了時までか、ターン終了時までだな。なるほど。やることねえな、セットしてんのか。やることないってどういうことだこれこんだけモンスター横に並べてやることないのやばいだろ。まあでも言うてね、手札1枚から返せないと思うんですよね、あのデッキ。そんな簡単には、まあ、セットエンドしかできないようでは、私はあなたのお命を頂戴することになると思いますかね。さあバトライムスを特殊召喚し、バトライムスの効果を発動。バトライムスは手札を1枚墓地に送ることによって、これもさ、なんか墓地に送んないとエクシーズ召喚できないしさ、なんかあれなんですよね、結局3枚使って1枚出してるんでめっちゃ弱いんですよね3枚、まあ、一応墓地蘇生があるとはいえ、
今現状ね、一枚書道でなんかカードがめっちゃ増える効果がめちゃくちゃいっぱい展開されているのにもかかわらず、なんでか知らんけどトイポット、なるほど、はい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 、トイポットですね、なるほどですね、トイポットはいいでしょう、トイポットはいい、はい。でこれ出張パーツかなんかで入ってんのかな。で天国の王さん一応こう活動しよっか、こう活動して、でアルタイル召喚して、はい、でこう活動して、8000これ削り切れる、俺もしかしてこれ8000削り切れない。なんかこのデッキ、このデッキなんなん。ちなみにこのアルタイルの効果マジやばくて、なんかアルタイルを出して効果使ったターン、なんかテラナイトでしか殴れないんですよ。やばいですよね。だから汎用 ランク4モンスターとかなんか出してもね、殴れないんですよ。ガチやばいでしょ。ウィン2エンド。いやワンキル取れないの、これで、このデッキやばくない？こっちでやってんな、このデッキで。まあそれはいいわ、まあ、それは別に関係ないから別によくて、でトイポットを、発動して手札1枚を墓地に送りながら、デッキトップ見て、なんだっけ、エッジインプ、シザーかファーニマルだったら特殊召喚できるが、破壊リングとかどうでもいいカードだから破壊、リングが墓地送られる、エンドフェーズ何もできない、オッケー。で、あとはこれでぶん殴って勝ちか。苦労するな、これ、このデッキ。このデッキ、苦労するな。なんか、一勝するのでさえ、マジで、めちゃくちゃ苦労するんだけど、こんなにこねくり回せないとワンキル取れない、これ、このデッキ。はい。はい。よし。よし。なんとか、なんとか一勝だ。いや、デネブ来た、オッケー。最低限の動きはできるぜ。いやこのデッキデネブ召喚エンドしかやることないのマジでやばいよな。先行から展開するにはベガがいるんですけど、まあ先行から展開したところで強いモンスターいないんですよね。まあ一応デルタテロスが耐久力あるっちゃあるけど、なんか結局ストラップカードがないとこのデッキお話になんねんだよな。でこれミニツーからのエンドでしょ。で相手が、まあ、何動いてるか知らんけど、あのデモンズチェーンと神通と、まあ、うららで結局三棒がやりますからね、これ今最強でしょ。はい、ちなみに勇者ギミックとかも今回採用できないんですよね。であのデネムの効果とかアルタレの効果って召喚した時の効果なんで、まず勇者ギミックが使えないですし、であのアナコンダデスペニーとか、まあ、知ってもまあいいと思うんですけど、その結局そのなんだろうな、あのアルタイルの効果でテラナイトしか殴れなかったり、なんか制約が結構重くて、なんかねいまいちなんだよね。なんかなみたいな。えっ、ガメシエルか。あでもまあデネブをしょられるのはいいや。デネブをしょられるのはそんなにあんまり別に。ロイヤルペンギンズガーデン、なに。なに、ペンギンデッキだと。ペンギンカードを1枚手札に加えると、なるほどな。ガチで何されるかわかんねえ。とりあえずわかんねえけど通すわ。なんかそんなやばいやついないでしょ言うて。あ、大皇帝ペンギンか、なるほど。大皇帝ペンギンはリリースするとペンギン出すやつだな。はい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 。でロイヤルペンギンズガーデンは1ターンで一度自分のメインフェーズにペンギンモンスターのレベルを1個下げる。強っ。これで大皇帝ペンギンを召喚するってこと？なるほどね。あ、それはうまいわ。へえ。で、これでレベル4にして大皇帝ペンギン召喚して大皇帝ペンギンをリリースするってことか。なるほどな。で、まあ、リリースして発動だから、うららも通告も打てるが、まあ、墓穴ケアするんだったら通告ですよね、多分。墓穴ケアするのは通告。ペンギン効果で、まあ、ここちょっと通告しますか。通告って、大皇帝ペンギンの効果を結局無効にするから、こう召喚権使ってるからもう出せないでしょさすがに。よし、オッケー。さあ俺様のフィールドのガメちゃんを突破することはできるかな。ターンしろ。よし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 、ペンギン相手だったらいい勝負できんじゃねえか。
ペンギン相手だったらいい勝負できるんだろ、さすがによ。デレブを召喚するぜ。デレブの効果によって、テラナイトモンスター一体をサーチすることができるぜ。そしてデレブの効果を発動し、デレブの効果によって一旦アルタイル持ってくるか。アルタイルで、エクシーテラナイトしか、これね、この効果使うとテラナイトしか投げれないってマジでやばいですよね。これ普通に考えてテラナイトしか殴れないっていう制約いります？いる？これその制約。アルタイルくんさ、なんでそんなに縛っちゃうの自分のことおかしいと思うんだよな。でウヌク面白くて、で一応1個上に重ねてデルタテロスを出すことができるぞ。いけデルタテロス、よし。でデルタテロスであの謎の魔法カードを破壊しておこう。オーバーリミットを1個使って相手のカードを1枚破壊できる。ここでロイヤルペンギンズナイトを破壊していく。赤ガーデンか。でバトルフェーズ入っていく。でこれでデルタテロスとデルタテロスしか殴れない。デルタテロスしか殴れないこいつね、こいつ殴れないのおかしいよな、そう考えても。守備ですね。でセットして、今出持ちあるし、激流あるし、うららあるし、まあ、多分なんとかなると思うけどね。まあ、ちなみにデルタテロス破壊されるとデッキからあのテラナイトをあのリクルートするっていう効果があるんで、あ、破壊されるとっていうかフィールドから墓地を送られると。ペンギン勇士は、あ、裏側入れると特殊ができるやつだこれ。はいはいはい、なるほどね。はいはいはい、 OK です。了解しました。でペンギンナイト効果で特殊召喚できる。でこいつの効果でなんか表にするみたいな効果あるんですよね。裏が収容時モンスターを、それの効果をデモンズチェンジ、デモンズチェンジ止めてあげればいいと思う、いう思いですねこれ。はい、でこれでまああのリバースしたモンスター結構強そうな感じするし、でペンギン勇士で、効果起動していくと思うんですよこれ普通だったらね。でこれをデモンズチェンジ止めていくと、でこれで展開止まってほしいな、さすがに。ちなみにテラナイト君たちさ、相手ならマジやることないから普通に、ま、トラップカードないと妨害ないんだよねマジで。まあ、一応なんかランク5のやつで一応闇属性モンスターとか向こうみたいなやつはいるんですけど、そのぐらいって感じで。デルタテロス効果発動して、後ろ一応割って、それ何ですか、あ、墓穴か、なるほど、墓穴あった。 OK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 、まあ、さっき神通打っておいてよかったな、さすがに。なんかドヤ顔で売られると魚打たれるんでね、まあなんか神通の方がやっぱ魚がケアできるという面では強い。でアルタイル除外される、アルタイルどっか行った。まあアルタイルを除外されるのは意外と痛いなアルタイル除外されるの痛っ。ペンギンって裏守備強いんだよな、こっちとさ。ちょ、分かったわ、ちょ、分かったわ、これなんか更新これもったいないから。うわ、着替えるだったか、くそ。いや、なんかペンギンソルジャーとかかもしんなかったからさ、ケアしなきゃいけないけど意外とあんだよねペンギンって、裏側守備表示。ベガからの、いやー、ベガからのですねこれね、シリウスが言っても意味ないですし、まあベガアルタイルしかねえかな。ベガで効果でアルタイル効果無効になってっから、アルタイル特殊で無効になってっから意味ない、意味ないやつでオーバーレイしていくしかないか。これバグースかアタッカーじゃね、これバグースか一番使わなそう。バグースか出して、でバグースかアタック、あーぜ打ちじゃね、これで。これでアルタイル効果使ってないから殴れるはず。 OK、アルタイル効果使うとあのテラライトしか殴れませんからでこれ上に重ねて、ロボット出して、いやこれで多分大丈夫、これで妨害残した相手のターンに。 OK で面通からのエンドでしょ。でこれで相手ターンアーゼウス効果で全部っ破した後に次のターントップなんか引けっていう感じか。なるほどね、なるほどね、弱いねいやでも裏側守備行事はね怖いからこうするしかないんだよね。でもねこうするしかないんだよ、こうするしかないマジで。あ、ディーバ、くっそくっ
っさやべえマジでペンギンなんかデッキのさセットカード全部ペンギンストロージャーに見えんだよ。やべえマジで、あのデッキケアするカード多すぎだろ。やべえ、もうアーゼウスの妨害を残すことができなかった、これ非常に厳しいか。さあなんか白熱してきたぞあーセットが怖えよ、セットが怖えよ、助けてくれよ。金剣が来た、金剣打つしかないか、これ金剣打つしかない、金剣打っていくしかねえ。金剣はもうなんかエクストラ何枚だ、11枚か、11枚だったら6枚除外してもいいか、6枚除外しよう。で初動もアタ、初動というかアタッカーを引けないと意味ないから、もうもはやだここでさ、デレブ、デレブじゃねえ、アルタイルかなんか引きたいんだろ、アルタイルか造園か、あ、造園来た、オッケー、造園来た、造園来たらいけるんじゃねえか、造園来たらデルタテロスを出しに行けばいいから、まずこれ造園持ってきてアルタイルするじゃん、圧縮した方がいいねこれ、まあ、どっちでもいいか、アルタイル直接でもいいな、どっちでもいいな、こうしてで、アルタイル召喚してやってること弱っこのデッキやってること弱っ、でアルタイル召喚する、で効果発動してデレブを蘇生する、でこのあとテラナイトしか殴れない、テラナイトしか殴れないデレブ効果テラナイトしか殴れないんですですよ、これはねやばい、本当に何が一番やべえかっていうと、本当にねこのねアルタイルの、あ、ちなみにこのバトライムスってやつの効果もありまして、バトライムスさんはこいつの効果を使うとエクストラデッキがテラナイトしか出せません、もうなんかそれも縛りがつきます、もうゴリゴリに縛っていきます自分を、でデルタテロスを出していく、はい、でデルタテロスの効果であの癖カードを割る、ペンギンは癖カードを一生割り続ければなんとかなる、絶対に殴ってはならない、リバースモンスターだから、ペンギンストロージャーだ、あぶねえあぶねえあぶねえ、バトルだ、いくぜ、ユケテラナイトダイレクトアタック、うわーテラナイト最強、ギリギリでしたよ、あー弱いね弱えな、激励層で全部パスするしかねえな、ムーンライトカリドチック、なるほど、あーヒナトラ来た、なんか最近ヒナトラ多いな、なんかそこそこ見るぞこのタイプのデッキ、まあ何でもできるからなヒナトラってな、結構なソリティアデッキの、まあ、まあ定番みたいなとこありますよね、あのヒナトラもね、はい、まあ、レベル4がすぐ並びやすいんでね、あの魔法トラップカードとかを結構サーチしたいんだったら、ほら、レベル 4体でさ作ってさ、あいつ何さっきあの残機の海残機ダランベルシアン、あれを出してで魔法タップ触ってるって動きあるんで、また強いんですけどね、やばいカード、やばいカードをサーチしてんじゃん、やばいカードをサーチしてんじゃん、これあれじゃんね、なんかなんかまやかしで使うと最強とか言われてるカードだよねシンクロ召喚に成功するたびに500ライフのダメージを与えると、クソやべえカード展開されてる、やばい、これもしかしてマジキャットクリアエフェクター、これ伝説のヤバすぎ激ゲロヤバコンボじゃないこれ、コモンメンタルワールド発動、500ライフのダメージでスカルデッド効果が発動してクリアエフェクターで1枚ドローだよね、これシンクロサインだと1枚ドローで、マジキャットの効果で、墓地の魔法カード戻せんだよな、シンクロキャンセル、あこれあれじゃない、なんかさこの無限にさやな、この悲願謎シンクロモンスター出してシンクロキャンセルを一生してコモンメンタルでライフ焼き切るっていう、あの最強コンボなんじゃないのこれやべえ、初めて食らってるわこれ、やばい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 こと起きてる、待って、そうだよねこれで、まあスカレットとかどうでもよくて、でまたもう一回なんかあの謎悲願シンクロモンスターしてでクリアエフェクターとマジキャットでシンクロキャンセル回収してコモンメンタルワールドで一生コモンメンタルからの悪夢の拷問部屋かからの、はいはい、これもしかして一生800万くらうっていうことは、これこのなんか作業を僕10回見ないといけないってことこれ
これ10回この作業を俺はここでなんか座りながら着席しながら眺めていないといけないってこと、これ先行着席伝説ってことこれ。いや迷惑すぎるだろ、クソだ、めちゃくちゃ長いんだけどこれ、これ食らってる俺にお前感謝しろマジで。まあ、正直ちょっと動画で使えるのは惜しいなって思って俺もいるけど。これ迷惑じゃない。